エリトマトくん。はい。今日はね、うん、企画を持ってきました。なるほど。まあ、だろうね。うん、だろうね。いやいや、撮影始めるつ企画も何もないとか、そんな話なんか。いやいやいや、その裏の話はね、ちょっと置いといて、はい、今日は、うなチャンネルの、はいはい、うなぎに関しての問題を、エニトマトくんに出そうと思います。なるほど。うなちゃん自身のクイズってことね。そう。いかに、なるほど。俺を知ってるか。え、怖い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 、あ、やっちゃった。こんだけ一緒にゲームしてて、うん、まあ仲いいと思うね、うん、今言われてるかもしれないじゃない。言われてんの？いや、仲言われててほしいじゃん。仲いい、いや、よくないですよ、僕ら。え、仲いいよ、ご飯も行ってるし。いや、まあ、録画ボタン押したからちょっとニコニコやってやろうかなと思ってるけど。正直言って。いいんだよ、さ、裏の話はもういいんだよ。じゃあ、準備完了しました。オッケー。お、面白いこれ。第1問いくよ。オッケー。問題。うなぎの出たスプラ甲子園のチームの名前に関してです。はい。僕が出たチームの名前は人生イモリです。丸かバツか。これは分かったしな。ちょっと待って。マジ？いや、人生イモリです。だったっけ？え、じゃ、逆に何だと思ってんの？いや、なんかね、人生だったっけ？いや、これはね、多分ね、丸だ、丸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 。いや、これね、一発目からね、罰みたいなね、そんなトリッキーなね、ことできないと思う、俺、うなちゃんは。そういう意味で俺、うなちゃんを分かってるわ。いくよ。いきます。はい、丸！嘘！あ、待って。正解だわ。どういうことだよ。もうさ、もう正解言われちゃった。しっかりしてくれ、ほんとに。そんなことある？丸か×かだよ。そっちが間違えることあんの？ミスった。1問目でやるかね。2、3問目でやるからさ、面白いのであって。1問目から間違えると、あ、間違えた。見てないよね、大丈夫だよね。見てないよ。本当に見てないよ。本当に こんなしょうもないクイズ答え見て何が面白いんだよ。もうやめろ、しょうもないクイズ。うなぎのフェスで100勝企画した武器はパブロである。丸か×か。知らねえ。本当に知らねえの来た。いや、マジ。え、100勝分かっててほしいんだけどな。分かんないんだけど。過去にやったんですよね、結構前。フェスで100勝するまでみたいなこと。そう。いや、この武器しか使わなかった。パブロきついでしょ。バツ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 。これデュアルとかそこらでしょ、どうせマニューバーとかで絶対。絶対そう。バツでいきます。いいですか、はい、いきます、はい、バツお願いします。どうだ。うそ。だね。答えは丸でした。パブロで100勝企画。うん、土地狂ってんな。パブロ使ってたわ。あ、見たわ、パブロのなんかサムネ。100勝、あ、やってたわ、そういえば。あ、ごめんごめん、ちょっと忘れしてた。エリトマトくん、はい、次が最終問題です。なるほど、もう準備 OK ですか？今ね、はい、今ちょっと作業中なんでちょっと待っててください。わかりました。じゃ、いきますよ。はい。俺が動画を撮る前に気をつけていることは何でしょう。いや、丸バツじゃない。あ、間違えた、間違えた。どうなってんだ、このクイズ番組よ。さっきからお前はこのテータラクこら。もう一回話しよう。ちょっともう一回。俺が動画を撮るときに、はい、気をつけていることは、撮影前に発声練習をする。丸か×か。発声練習とかするタイプか。いや、しねえよ。絶対×。はい、絶対×です。はい、そんなこと気遣ってるような子ではありません。なら、まずはマイクをね、新品に買い替えた方が僕はいいと思います。いきます。答えは×です。やったー。うわー、本当にしてねえのかよ。正解しやがった。本当にしてねえのかよ。いや、してないよ、発声練習なんて。そんな気にしない子だよ、俺は。
なんかこれで、ね、してんのかいっていうツッコミをもう今ねもう喉元ぐらいまで聞いたのにえ何発声練習以外になんかしてたりするってこと？実はですね、うん、動画撮る前必ずトイレに行きます。それなんで？もう漏らしちゃうから